ははいいどどううももの器チャンネルですどうもですす、はいえー、このアングルということは、ですねそうです今日は来ました、映画コーナー<手>イェイ、映画コーナー、今日も来ました、ついに、はいもうねえ、何もないときは映画コーナーということで、今回ですね、えー、紹介させていただきます、ついに、ね、満を持しての皆さん満を持しての映画をついに公開しますよ、皆さんはい今回紹介する映画はこちら、ドン ゴジラ VS キングギドラ、来ましたついに来ました、もうね、日本人の、もう何て言うんですか、2人に、え、3人に1人は見たって言われてるんじゃないでしょうかね、ゴジラ VS キングギドラ、1991年の公開作品でございます。はい、平成 VS シリーズが、本格的に始まった作品ですね。はい、ちょっとこれについてですね、えー、今日はですね、いろいろと、ちょっと喋っていこうやないかと、解説したいなと。 いうふううふに思ってておりままますすす何度もも言いいけど誰も見てませんそうですいつもゴジラ、えー、ゴジラとかね、この前の大怪獣バランに至っては、視聴回数が16回でした。ではもうそれを目標に、16回超えを目指して、今日も始めたいと思います。それでは頑張るぞ、よっ <laughs> というわけでして、ねえ、ゴジラ VS キングリドラですよ。はい 平成 VS シリーズで過去のリバイバル怪獣、過去の人気怪獣をリバイバルさせた初めての作品で、ですねこれね、見た人結構多いんじゃないですか、1991年、今から26年前の作品、僕がね、小学校5年生の時の暮れ、12月14日、12.14決戦って書いてますね、この超かっこいい、超かっこいい、このはいえーポスターですよ、もう歴史見れましたね、このポスター。 もうこれをね、もう小学5年生の奥田大樹さんが見ても、こっからもう、えー、なんていうんですか、もうこれで虜になったと、この往来,来先生のこの、はい、これの、このポスターたまりませんよね、もうこんなシーンどこにもないんですけど、<laughs> はい、えー、映画の中にはこんなシーンはどこにもありません。はい、この当時は、この90年代はね、まだね、ポスターに何にもないシーンみたいな、もうね、えー、 映画画家の映画ポスターの,その絵で描くっていうとかね全然許されてた時代でしたねはいでねこれあの、えー、これ個人的な話になるんですけど僕がね多分初めて劇場で見たあそこで京都の四条四河原町のあの映画館ですよあそこで初めて見た 多分実写あ実写の映画ね大家、ねえー、歯医者の大家君と見に行ったバットマンなんですよ。お父さん大家君のお父さんに連れて行ってもった、えーあのー、89年かなんか後輩した小学3年生が見たバットマンなんですけどその次以来見たあのドラえもんドラえもんとかのアニメとかじゃなくて初めて見た実写の映画がねこの「ゴジラ VS キングキドラ」だったような気がするんですよ。その前のね「ゴジラ VS ビオランテ」っていうのがあるんですけどあれはね、えー、なんか見たっていう。 ハナキンデータランドっていう当時番組が金曜日にありましてね7時半から『ドラえもんの次』でまあ見た映画コーナー映画の今年今週のランキングって,言って出てくるんですけどそれでねそれで何位かで「ゴジラ VS ビオランティが出た時に、えー、俺あこの映画この前見に行ったって思った記録はあるんですよだからふわっとしたら見に行ってるのかもしれないんですけどもういかんせん昔のことなんでね、えー、はっきりと記憶にあるのはこの小学校5年生もう超満員でした。公開初日に見に 公開の次の日曜日かなんかで見に行ったから、家族で見に行ったんですけどね、もういっぱいでしたね、もう立ち見も、はい、今みたいに死ねこんで、チケット買って、あの指定席っていうような時代じゃないですからね、えもういっぱいでしたね、もう溢れ返ってました、映画が。それぐらい人気あったんですね、これ、なんでこれあの、制作されるように至るかと、えー、なるんですけどね。 年1984年に、えー、大人向けのゴジラを復活させようということで、えー、ちょっとその間十四年の間75年のメカゴジラの逆襲から9年あいてまあ言うたらあのリバイバルブームゴジラの復活リバイバルブームっていうのがあったんです、えーえー、長い間ゴジラも作ってないじゃないかとかあとそれで映画とか「スター・ウォーズ」とか「ミツとの遭遇」とかその間に公開されて、まあ、SF ブームもやってきて、まあ、日本でもゴジラが。 というコンテンツがあるんだから復活さそうという形になって84年に「ゴジラ」84年度版が公開されるんです、はい、これがですねまあまあやっぱりあの大ヒットになりまして続編を作ろうということになりまして、はい、まあここから平成ゴジラシリーズの89年公開「ゴジラ VS ビオランテ」もうまあまあ,あのゴジラシリーズの中でももう1第1位。 この前輝いた、えー、何ですか私の好きなゴジラシリーズっていうランキングを、ねあのー、日本映画チャンネルがやってたんですけどもそれで第1位に輝いた、えー、作品なんですけど大森和樹監督で川北浩一特技監督ですねいや新世代のゴジラっていうことでこれは公開されたんですで非常に作品の内容的には何、えー、て言うんですかね評価は高かったんですけども実は興業収入的にですね配給収入ですか興行の前ではお客さんの入りとしてですね実はいまいちだったんです84年度版から 84年のゴジラから89年のゴジラ VS ビューランテっていうのはですねちょっと、まあ、3分の2ぐらいだったのかな、えー、ちょっと落ちたんですよで、えー、内容としては非常によかったし映画のまあまあお客さん怪獣映画として、あのー、ファンとかからはすごい内容の評価高かったんですけどもで,でまあまあこの後どうするかということで企画されたのがですねでこのゴジそれと同時進行でね、えー、モスラ VS バガンっていう その映画、大森和樹監督脚本で企画されてたんですよ、そのゴ,ジラゴジラの次はもスラら復活さそうと、えー、東宝が考えてたんですね。で、そのゴジラ VS バガンっていうのはもう決定校まで出来上がってて、えー、なんていうんですかね、あのー、俳役まで決まってるって言われてるんですね、これ、ね、あのこれ知ってますここれゴジラこの 田中智之さんっていうゴジラを生んだ大プロデューサーが、まあ、死亡された死去90何年か90年代の仲間に亡くなられたんですけどその時いろいろ資料を出してきたら言うたら、あのー、ゴジラが企画されたとか幻の企画の企画として上がったけど、あのー、日の目を見なかった作品とかいっぱいそのような特撮に関する脚本とか設定資料っていうのがいっぱい出てきててこれを本にまとめた一冊の出版物にまとめたな、えー、本なんですねこれ「ゴジラ」えー「東宝特撮未発表資料アーカイブ」「東宝特撮 やっぱシルアーカイブっていうね、えー、いくらかし分かりますかこれ4200円するんですよ。四千二百円、はい、えー。僕ね、一番、今までで一番高い、買った本です。本の中で一番高かった本です。はい、これにまあ収録されています、ゴジラ VS バガンって言って、かなりあ、ゴジラ VS バガンじゃない、モスラ VS バガン。モスラとバガンっていう怪獣が、えー 確かシンガポールで戦うっていうようなあのアジアを舞台にして、えー、シンガポールで戦うっていう、まあ、脚本も定校までできてたらしいんですでこれちゃんとあの収録されてますはいこれに、はいえー、私はあの初めて目にかかったんですけども非常にスケールの大きな話でだったんですけどもまああのやっぱり復活させるとなるとただゴジラ v s ビオランドでちょっと観客動員が落ちたとでも映画の宿命としてですねやっぱりその、えー、次回作は やっぱりヒットしていかないとダメです映画っていうのは根本として、ええあのー、経済ですからヒットが絶対に前提なんです特に「ゴジラ」なんていうその映画っていうのはですねなんとも言ん、あのー、制作費がやっぱり10億円かけるんですよでまあまあこれ,これはハリウッドとかに選べたらねもう10分の1とかひょっとしたらもっと少ない制作費なんですけどもやっぱりもう日本の映画産業で、まあまあ、どこでもそうですね10億円をかけるプロジェクトなんでやはりこの、えー、失敗はできないということでまああの「新怪獣モスラと新怪獣」よりは えー、ここはちょっと手堅く、えー、言ったら人気のある怪獣を復活させた方がいいんじゃないのかというこれもプロデューサー田中智之のもう映画屋としての面目役所ですよね。でそれながらあってじゃあ次は「ゴジラ v s ューランテル」の次はやはりもう一個手堅くゴジラとキング・リドラを戦わそうと言ってこうはい公開されたこの映画なんですね。はい、でこれが、えー、でこのあと、えー、その「モスラ VS バガン」の脚本を生かして「ゴジラ VS モスラ」。 この次の九92年僕は小学校6年生でした小学校6年生の暮れに公開されるのがゴジラ VS モスラなんですで。このゴジラ VS モスラっていうのはですね実はゴジラ去年公開された新ゴジラ新ゴジラの、えー、工場収入は、まあまあ、配給収入と工場収入っていうのがあ,あるんですけどもまあ言うたら工場収入っていうのは映画館の言うたら1800円映画代1600円なり1800円払る のののががいいくらかっていう業業収入工業の収入入で配給収入っていうのは映画会社にいくら入ったかそうです、ね、映画会社映画館がその1800円のうちいくらか取って映画会社に入っていくわけですからこれが大体半分半分なんですわ。でこの で昔は、えー、この映画館に入ったお金、配給収入で言うたらあの額っていうのは出してたんです。で、今は興行収入でも、配給収入っていうのは使わないんですけども、でこの興行収え配給収入に関しては、えー、この次のゴジラ VS キング・リドラの、この次のゴジラ VS モスラっていうのが、まあえー、今までのゴジラシリーズの中では、去年の新ゴジラが破るまでは、一番、言うたら配給収入が高かった、20億円、配給収入が20 億億円21 2億いったっったたていう映画だったんですよでこの「ゴジラ VS キングリドラ」っていうのもこれも大ヒットしまして配給で1 5六、6もっと言ったかな16億とか17億まあ言うたら10億円作って10億円かけて作ってもう5億6億7億ぐらいかなのプラスがくるっていうようなもう大ヒット映画になったんですでこれでい、まあ、わばあのシリーズ化が決定したわけですでこれ「ゴジラ VS キングリドラ」っていうのはですね1991年公開で1960年代に子供を 60年生まれとか50年代後半に生まれた子お子さんたちが60年代の東宝、えー、特撮のゴールデンゴールデンタイムですよね、まあ、黄金期を子供の頃見て育ったとその子どもたちが大人になって自分の子供を連れて、えー、劇場に足を運ぶという形をこ,うこれが。 完成させたわけです。はい。私はこれ、東方勝利の方程式と言っています。で、これが前90、ま、え、あ、ー、96年までの、96年だったか、ゴジラ VS デストロイヤーまでの平成 VS シリーズの、まあ、いわゆる岩盤のようなお客さん、岩盤のようなこのゴジラファンのお客さん、平成 VS シリーズを見るお客さんにつながってくるんですね。子供が見に行きますんで、必然的に親もついてくるっていうことにあるんですわ。はい。だから、まあまあ、3人。 お父ちゃん、お母ちゃん、子供最低でも3人は一緒に劇場に入るということで、この平成 VS ゴジラシリーズっていうのは毎年大ヒットを記録するわけです。公開している間はずっと邦画界、その年の邦画の1位をずっと取り続けます。この平成ゴジラシリーズっていうのは、ゴジラ VS モスラ、ゴジラ VS キングリーダー、ゴジラ VS モスラ、ゴジラ VS メカゴジラ、ゴジラ VS スペース、ゴジラ、ゴジラ VS デストロイヤーまで。その年の年度の、言うたら邦画。 のの中での、えー、最高記録をずーっと叩き,続け叩き出し続けます、はい。これがなかなかやっぱりこれはすごいことでいやこれがやっぱりもう映画としてヒットするっていうのが大前提ですから、はい、まあでまだ、えー、ジブリの以前ジブリがもう言うたらアホみたいにヒットを連発する以前なんですね「あのもののけ姫」以前の、はい、にこの。 えー、VS シリーズっていうのは位置していますんで、まあ、やっぱりこれが一番ヒット作で、えー、非常にドル箱だったとその後あのオードル大捜査戦とかいうのがまあいっぱい出てきまして「邦画でも,もうこれを超えるヒット作っては出てくるんですけどもその90年代中盤にかけてのやはりこの、はい、非常にまあ言うたらあのゴールデンコンテンツだったこれがその言うたら走りとなったのがこの「ゴジラ VS キングギドラ」でございますでこれ「ゴジラ VS キングギドラ」っていうこの作品ですね中身どうなんだと。 これサイボーグなんですけどねこれ M11 号っていう未来人が、はいえー、キング・リドラーを、ね、復活さすんですけども、ね、キング・リドラーっていうのはこれまでの作品で、ね、昔の作品で宇宙人が必ずその手下として兵器として持ってくるんですけどこれどうすんのかなと、まあ、子供ながらに思ったわけですよ小学5年生のもう90年代に入った今宇宙人みたいなのを出すのかなと僕子供ながらに思ってたんですけどもなんとそこで出てきたアイデアが未来人、はい、未来人が えー、タイムスリップをしてきて、えー、日本に忠告を与えるみたいな話なんですね。えー、もうね完全に、えー、この91年前後で、えー、何ですか、ヒットして、ね、バック・トゥ・ザ・フューチャー、はい、バック・トゥ・ザ・フューチャーを、えー、リスペクトされてます。えー、このゴジラ VS キング・リドラというのはです、ね、このバック・トゥ・ザ・フューチャーと、そしてこれ、サイボーグ出てくるんですよ、これね、このはい、未来人の連れてくるサイボーグが、はい、こう主人公を でううとかあとインプットこの、ね、こうカチャッてこうやって CD ね <laughs> サイボーグ CD でそのインプットするんかいって思うんですけどもはいなんかしたらこのね味方になったり敵になったりするこの映画何かって言ってませんかそうですターミネーターです、はい、そしてですねゴジラザウルスっていうねでだからタイムスリップするんですよでタイムスリップしてゴジラの元になるゴジラザウルスっていう恐竜をですね倒しに行こうっていう話になるんですえこれを倒したらもう将来ゴジラは出てこないと。 もうゴジラによる被害がなくなろうって言うんであの主人公たちがですね未来人のタイムマシンに乗って、えー、ゴラゴス島って言うんですけどねあの終戦間近だったし1945年のラゴス島に行ってその恐竜を、えー、倒すっていう倒すというかその言うたら、えー、転送さすっていうことをするんですねもうジュラシック・パークですね完全に、はいえー、不思議な映画なんですジュラシック・パークと、えー、ターミネーターとバック・トゥ・ザ・フューチャーっていうもうヒット要素のてんこ盛りした。 でも見てもらえばあの、まだ見たことない人は見たもらえばわかるさあのグレムリンもちょっと入ってます。はい、<laughs> 3匹、APPP ピピピピっていうのが出てきます。グレムリンみたいなのも入ってます。はい、ま非常にね、もう、もう大森和司さんがもう脚本として、非常に自由にこう書いたっていう、はい。これね、当時のパンフレットにも書かれてまして、ゴジラ v s b ルランテっていうのはですね、その当時から結構評価、そのもう91年当時、も90年代の頃からも評価は高くてですね、これはすごいあの新しい怪獣映画、特撮映画。 SF ううの映画としてこれをすごい面白いものが出てきたとそういうあの作家大森和樹であり、ね、脚,本脚本監督大森和樹監督なんですよね川北浩一っていう人がこう「これ新しい SFX 日本の SFX をこう引っ張っていくぞ」っていう言われててすごい期待された次の作品なんです「ゴジラ VS キングリードラ」かでヒットはめちゃくちゃヒットしたんですけどこと、えー、これねパンフレットにも「えー 大森和監督が、えー、この監督の,このな今日どうでしたこの映画どうでしたかっていうところにですね、えー、映画試写会を初めて見た時田中智之プロデューサーから、えー、次はどうしようっていう話を急にされたとえあ,のあまりこの作品について、えーうん、あのなんていうんですか 絶賛されたこともなければ、はい。見た瞬間に、うん、次なんだけどねって話をされて、うーん、どうだったんだろうっていうことをパンフレットに赤裸々に書かれています。はい。私もそのパンフレットな、ね、くしてしまったんですけどね。もう覚えてますよ。もう大好きな映画でしたから、もうお前、はい、も。で、まあ当時ですね、まあ小学校5年生なんですけども、小学5年生のちびっ子たちはですね、もうみんな見たわけですよ。ゴジラブステキングリドラー。はい。映画館で見て、映画館で見えなかった。ビデオで見て、テレビで見て。あとりあえずもうね、もうみんな虜になった。 映画でございます、はい、でもやっぱりあの何、ー、て言うんですかねあのー、非常に川北特撮がものすごいそのビンビンに聴いてる映画でもありました川北浩一さんっていう、まあ、特技監督なんですけども東最後の特技監督なんですけどもえっとですねななんちゅうかなメカが大好きなんですよだからキングギドラをね俺もちろんこれ皆さんねもち,ろんもちろん知ってますよね皆さんはい。 え最後あの東京都庁新都心、新都庁今ね、もう小池百合子さんが、はい、お住まいになってるあの都庁の、えー、あの都庁が、もうその、対戦の、なんていうんですか、もう最後の舞台になるんですけど、そこで、えー、未来からメカキングリドラが、はい、やってくると、ドリもを抜かれましたねもう、もう小学生は、皆さんも小学生の楽器はドリもを抜かれましたね、皆さんもうね、もう震えますおしっこちびりましたね、劇場で、かっこよさに。はいもう やっぱりねもうそういうで必ずもあの川北浩一さんの、えー、作品を見ると、皆さんで注目してもいただきたい、必ず目が出てきますからね、ねで、まあ、そうですねあの、内容はですね、もうね、この皆さんで、私、これちょっと皆さんに見ていただきたい、この、はい、これ、皆までこ,こういうふうにして走る人ですね、こういうふうにして、えーって言ってこれ、足は一体どうなってんだろうっていうね、<laughs> みんなが思った、この M11 号さん、これ、M、M11 っていう、私、3位いただいてます。 書、はいてててるでしょ M11 って言って、はい、この役者さん、今あの、えー、大阪どこジュソ、ジューソとかによく住んではるらしいです。私、イベントに行ってサインもらいました。はい、これ、小河原邦夫さんっていう、これは次のゴジラ VS モスラの監督さんなんですけども、はい、このカードにね、サインいただいて、家宝にしております。もう飾っております。はい、この M11 号の、はい、とても気さくな、とても気さくな方でした。はいえー、今も日本で、えー、ジューソーに住んでおられるらしいです。 はい、これをね見せたかったんですねこれをね、はい「キングリドラ」これはねいい作皆さんねぜひねえー、レンタルビデオ屋さんで400円で何だったもうゲオンに行きゃもう100円ですよもう皆口のあの,そあのねもうただ蔦でもねもう旧作で100円で見れますよもうぜひねこうもし一度もし機会があるならですね「こうゴジラ VS キングリドラ」えー、一度ねこうなんていうんですかねお時間取ってですねこれでちょっと皆さんご機嫌をね 伺えたらどうな何か,、ねえー、か言おうと思って,てんけどな何を言おうと思ってたんでしたっけね、えー、っそう主人公ですやっぱね役者さんが大事ですからねこれねこうゴジラ VS キングリドラの主人公これね豊原康介渋すぎるやろ <laughs> 豊原康介がこれ主人公なんですよ若かりし頃の豊原康介ですまだ、ね、多分ね20歳そこそこなんですよ20歳そこそこで、えー、なんていうんですかムー しの「ムー」とかあるじゃないムーとかのライターをしてるっていう設定なんですけどもで超能力本で一発当ててどこやったか箱根かどっかやったか箱根かどっかに一軒家で住んでるっていう設定なんですけども今考えたらむちゃくちゃっすよね二十 <laughs> 歳そこそこの二 <laughs> 十歳そこそこのライターが一軒家に住んでるっていうでそれで、えー、原田知世のお姉ちゃん名前ないた原田なんとかさん原田知世のお姉ちゃんが、ね、恋人役なんですけどね、えー、編集者で。えー でね、その恋人役からものすごいもうそろそろ結婚考えてよって言われてもいやもうちょっと自由にしたいんだよっていうなかなかねあのすげえなっていうめちゃくちゃ贅沢だなっていうねもう豊原浩介のモテっぷりをですねこうね皆さんに見ていただきたいなと。はい、なんせ豊原浩介ですよ。 はい、もう一人、あの美加納を演じた中川アンナさん、中川アンナさんはですね、えー、一昨年かな、去年か一昨年にもうね、早くもですね、もうちょっと、えー、お病気でお亡くなりになられたということをです、ねあの、知ってる、お亡くなりになられたそうなんですけどね、やっぱりあの若かれし頃の、まああの、なんですか、新鮮な演技、もうね、ゴジラシリーズっていうか、平成 VS シリーズはそうなんですよやっぱりね、超一流の、<laughs> えー、誤解を言わずおし言,う、ねまあ、言うと、ですそのとの旬の超一流の役者。 今出るだとどう誰になるんですかね、まあ、佐藤浩市とか、ワジラエリカみたいな人たちは、ね、出ないんですよ。あの、新ゴジラなんていうのはですね、もう異例中の異例です。もうはっきり言うて。竹野 <laughs>、えー、内豊、石原聡美、えーえー、長谷川博美、もうね、異例中の異例です。ありえないんですよ。ゴジラ以外にその人が出るって。基本的に、そう、あ豊原光介さんのようなこれから新人として売り出そうっていう人とか。えー 中川アンナさんっていう役者上がりの人とかですねちょ,ちょっとこんなことで舞台役者からはい上がってきた方とか、えー、原田智恵のお姉ちゃんとかねちょっとねちょっとメインからんっっていう,んってこうメインからちょっともうん、あららって今日ちょっと安かったのかなっていう <laughs> 安かったのかなっていうこう。しゅ 出演料とかか安いのかなそれとかやっぱりあの、うん、今後の仕事を考えてあれなのかなっていう,こうど真ん中の人は来ないのかなみたいな人がねこうやっぱこの「ゴジラ平成シリーズにかけては出てますからねはいなんせねあの何でしたっけ平成 VS シリーズじゃないんですけどもあの誰でしたっけ、えー、2001年の,の怪獣総攻撃でしたかあのね金子修介監督と、えー、伊藤和則さんの。 見つれた怪獣送信怪獣獣2001年に公開されたゴジラ映画なんですけどね主役がなんせあのあれですよほら炎上炎上タレント巨人のほら巨人の選手と結婚したえー、あのジャングルテレビに出てたほら、えー、出てこいああ全然出てこいあのジャングルテレビに出てた子ですねあのこの前しくじり先生もまあもう20分超えてしまいましたねもうだいぶしゃべりました、ね、すみませんまたし調べてくださいはい。 それでは皆さん、ゴジラ VS キングリドラ、非常に面白い作品です。皆口のツタ屋でもちろん借りれます。それでは皆さん、今日は借ります。週末借りてみましょう。さようなら。